ました。ありがとうございました。それでは審査委員長、石山先生お願いします。はい、審査担当している石山です。はい、お疲れ様でした。コロナ前からずっと ABS ジュニアチームで来てくれてて、そしてまたここに帰ってきてくれてありがとうございます。はい、今率直に踊り終わったどんな気分ですか？緊張したけど踊ってたらすごく楽しくて、ちっちゃい子たちの踊りとか見たら自分も元気もらえてよかったです。元気よく踊れてよかったです。はい、今回出場してくれた一番ちっちゃい最年少のことを、最年長の人は何歳と何歳ですか？5歳と14歳です。そっか、だからそれだけ年齢が離れていても一緒に練習してるんだ。はい、まあ、ちっちゃい子たちの時から元気もらえるっていうお兄ちゃんいるからね。うん、でもきっと、あの、ちっちゃい子たちもお姉ちゃんのことを尊敬してるんだよね。はい。はい。あのね、今日のダンスも、本当にあの、多分振り付けはいいんだろうね。ノリノリに、あの、踊ってる人もノリノリに見えるし、見てる人もだんだんノリノリになっていっちゃう振り付けなのよ。だから振り付けと選曲が上手いなと思って。そしてそれを、うん、あの、先生が踊るんじゃなくて、みんなが踊ったり、それから多分あのお姉ちゃんたちの作品はきっと自分たちで考えたんじゃない？振りって違うかな。結構昔からお姉ちゃんたちが踊っていたのを私たちが今回やりました。あ、なるほど。だったらあの多分すごく曲よく合ってるから、だから今度は一人一人がちょっとずつ自分らしくもっと振りで踊ったりするところとかも入れて、あの、作ったら自分たちもそれでとことん踊って、いろんなステージで踊ってみて、それからあともまた次の世代の子に渡してあげるといい、あの、プレゼントになるような気がする。はい、そうやって伝統で作っていくものだから、そういうあの前向きなクラスの伝統を作っていってください。はい、はい、私は正直言ってもう一曲見たかった。一緒にちっちゃい子たちと踊ってる作品って、あのダンスってないの？あ、あります。あ、本当に、はい、もう向こうで欲しかったなっていうくらい、もう少しダンスが見たいなと思いました。ありがとうございます。それ衣装は自分たちで作ったんですか？これは、これも元々私たちが昔着ていたのを今この子たちが着ています。あ、なるほど。そうか、すごいね。なんか海外宝物があるんだね。どこ掘ったら出てくるのかな。いいなと思いました。あの、いかがでしたか？楽しく見せていただきました。またあの次も見てみたいなと思います。ありがとうございます。また続けて出てきてくださいね。そして元気ですよ、大丈夫ですよ、私たち踊ってますよ、私たちの次の世代も踊ってますよって教えてください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ABS ジュニアチームの皆様、ありがとうございました。